この15回戦でダブルダブル、おめでとうございます。今どんな思いですか？そこから
あったんだから同点になって、まあ私はもうすごいポジティブだな、あのくらいの出だしで、もう同点になっても、もう後半うちのバスケットはやったら勝つじゃないですか、まあ、そういうメッセージ、まあそういうメッセージがありました。はい、すごかったよ。分かりやすい数字で言うと、スリーポイントが 34.38% 今日は決まりました。はい、ライブもすごくいい場面で聞いていたと思います。はい、このあたりどういうふうに振り返りますか？いや、オフェンス、バランスはすごい良かった。スリーポイントシュートは32本、スリーポイントシュートは28本、で、フリースロー29本。だから、あのぐらいのバランスあるんだったら、もう、うちはもう素晴らしいチームになりそう。それでは最後に、はい、今日これだけの多くのファンブースターの方がいらっしゃいますので、はい、全国でも本当にたくさんの人を応援してます。いやー、ぜひありがとうございます。まあ、この天気あんまり良くないからもう来ないかなと思ってて、もういやそれはない、本当に素晴らしい。この試合は当たり前のペアレスに見てるんですけど、やっぱりお客さんの気持ちが、これからペアスまでにこのぐらいのエネルギーにどんどんどん上がったら、いや本当最高の波かなと思います。今一緒に頑張りましょう。引き続き